バルテール夕日が丘。バルテール夕日が丘です。よいしょ。はい。あ、すいません。集合ボックス。出ます。オートロック過ぎまして、はい、ね、出た。バルテール夕日が丘です。2LDK。2LDK です。よし。玄関入ってね、シューズボックスはなしです。玄関入って右手、トイレです。んで、すぐ右手、水場固まってます。洗濯パン、洗面台、で、お風呂ですね。お風呂、洗面台あるけど、お風呂にも一応洗面ありますね。はい、2点になってます。はい、続きましてお部屋行きます。すっと、あ、ここにモニター方がいます。はい、リビングですね。リビングです。お、綺麗ですね。綺麗じゃないですか。うん、エアコンついてます。照明器具ついてます。うん、あれですね。お、なかなか広いですね。いっすいっす。で、キッチンです。キッチン、ガスコンロ置き型、はい、スペースもたくさんあります。シンクも広いです。よいしょ、収納ね。よいしょ、収納これだけありますね。いっぱい入りますね。うん、上にも3つあります。はい、よいしょ。あ、リビングのね、クローゼット。リビングに物入れクローゼット。あります。はい。で、こちら、洋室、パート1ですね。よいしょ。もともと和室のお部屋だったんですかね。押し入れタイプのものになります。クローゼット。クローゼットが2つ大きくなります。で、開き戸です。はい。で、ここね、ふすまタイプのやつでね、間仕切りがありまして、洋室。なんか照明全部ついてますね、これね。うん。これでエアコン2機です。ワンエンドでも使えますね、全然ね。クローゼット。うん。お部屋も広いし、なかなかいいんじゃないですかね、これ。綺麗やな。うん。なんし、ここね、初期費用15,000円で入れるっていうね、今、大々キャンペーンやってますので。うん。いいですね。リビングも使いやすいですね、長方形で。うん。左側デザインクラス。これね、ハンガーとかかけれるこういうのもありますんで、なかなか使い勝手がいいんじゃないですか。ベランダ出ます。ベランダ、よいしょ。ベランダ広い。うん、ここは2階部分です。外の景色こんな感じです。